こう実際にリカさんがどんな就活のテクニックを持っていたのか、自分が尖ってますみたいなところって多分自分でこうアピールしちゃい、まあ、いけなかったりもすると思うので、社員の方から聞くだけではなくて、やっぱり会社全体が数字でわかるので。はい、皆さんこんにちは。特集就活チャンネルの MC を務めさせていただきます平原いぶんです。皆さん今日もよろしくお願いします。で、じゃじゃんということで今日もリカさんにお越しいただきました。こう実際にリカさんがどんな就活のテクニックを持っていたのかだったり、あとは何社受けて、まあ、実際にこう受かった企業と受からなかった企業ですね、この話も伺っていけたらいいなと思います。リカさん今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、早速なんですけども、リカさん、あの大学 1,2 年生の時は留学とかもされてて、で戻ってきて就活をされたと思うんですけども、実際にいつから就活を始められたんですか？私結構早かったですね。大学3年生の夏の外資系インターンに参加してたので、当時で言うと結構早い方ではありましたね。そうなんですね。どちらでインターンされたんですか？ JP モルガンのセールスで、はい、はい、あ、そうなんですね。結構もう大学3年生の時からがっつりインターンをされてたんですね。そこは周りの影響が大きくて、なんかそのゼミが代々やっぱりそういう外資系に行かれる方が多かったので、みんなこう一斉にコンサルのなんかインターン申し込むみたいなとか、なんかウェブテスト受けなきゃとかやってましたね。そうなんですね。その時に狙っていた業界もやはり金融だったりするんですか？そうです。なんか正直やっぱり始めた時はあんまり業界がどうとかっていうのを、まあ一応そのリサーチはしてたんですけど、本当に自分がやりたいこと、自分が楽しめることってなんだろうみたいな軸で考えられてなかったなっていうふうには反省で思っていて、ただ英語が使いたいとか、あの英語使いたいとか、グローバルに働きたいとか、そういう思いは漠然とあったので、そこはまあそんなにずれてはいないんですけれども、その時別に金融が第一志望ですとかっていうのはあまり思ってなかったかなってぶっちゃけ思いますね。逆に英語を使いたいって思いがあったからこそ、業界ってよりかは英語が使えるような環境をに重視してこう就活をされてたってことですか？そうですね。その時に思っていたのは、まあ、今だと結構いろんな人が言ってるかなと思うんですけど、やっぱり場所を選ばずに仕事をしたいっていうのはすごく思っていて、絶対にもうリモートで働ける時代来るだろうと思っていましたし、なんか自分自身がずっと日本で働くことになんかあんまりこだわっていなかったので、海外にももちろん支社のあるやっぱ外資系とか、まあ、それこそ商社メーカーっていうのは思ってましたね。はい、英語が使えるというよりかは、まあ、そこに行っても働けるような仕事がいいなと思ってました。リカさんがされてきた就活対策って教えていただけませんか？なんか自分の強みは弱みやみたいな書き出すのがすごい苦手だったので、あの面接の時になんか暗記して、自分はこういう人間でこういう弱みと強みがあってこういうことができますっていうのをしっかり実は言葉に落とし込んでなくて、面接の時に聞かれた時に、例えばその聞かれる前にちょっと自分の自己紹介だったりエピソードを話すじゃないですか。で、そこからこう向こうがちょっとこういいなって思ってもらえてる自分のポイントを引き出して話すようにしてましたね。なるほど。ちょっと申し訳ないんですけど。いえいえ。ということは、こう面接中にリカさんが例えばこう自己紹介されてる際に、あ、ちょっとうなずいただったり、ちょっと反応したっていうポイントを、あ、次ここ話そう、あ、深掘り質問が来るなっていう感じでこう受け答えをしてった。そうですね、はい。はい。すごい。そこの瞬発力は多分才能ですよ。違うんですよ。準備が本当に苦手で、だからこれは別にお勧めしてるわけじゃないんですけど、やっぱりその相手も人間なので、まあなんかこういかにこの場で自分と働きたいって思ってもらえるかってなってくると、どんなに強みでパワーワードを使おうが、そのパワーワードがスッとその人に抜けてってしまったら多分意味がないので、全然こうパワーワード使わなくてもやっぱり向こうがちょっとでもいいなって思ってくれてポイントを印象に残したらいいなみたいなところは思ってましたね。結構私も全然事前準備できないタイプで、同じくすごく共感できるんですけど、本当に結構強みって分析できますだったり、結構戦略考えるの得意ですって言うのはできるんですけど、でも実際にそれが本当に自分の好きなことであって、本当に自分の強みかどうかって分からなかった時、それ言った時のリスクの方も高いからこそ、最初から筒抜きにありのままで話すことの大切さって思いました。ありがとうございます。実際にそんな本当にリカさんの強みをあの面接の時に話してたと思うんですけども、その時の面接官の方
方々との面接は実際どういきましたか？もちろん落ちたとこもありまして、商社でいうと内定もあったの丸紅だけでだったんですけれども、三菱商事と住商は最終まで行って、でただ伊藤忠は一次面接で落ちたんですね。そこは本当に面接官との相性ってあるんだなって思ったんですけど、まあこれまでの商社を受けるタイミングでは、外資系のインターン行ってから、キンスも出てたのと楽天も内定が出てたので、まあ精神的にまあ安定していて、ちょっとラフな感じでは気持ち的にはあったんですけれども、道中ってその職種別のオープンな就活じゃなくて、ここも産業が決まってる就活だったんですね。で、まあ、ある産業を受けていて、一次面接の方がものすごいその産業についての質問をしてきて、で、まあ、選んだんですけど、その生活産業みたいなところに近いところだって、ごめんなさい、ちょっとあんまうろ覚えで、で、そこを受けてたんですけど、まあ、こんな感じで、ちょっとなんかリサーチ不足なこともあり、商社に行きたい理由はすごく明確だったんですけれども、業界に対する知見とか全くなく、かつそれをリカバリーできるようなトークもできず、撃沈しましたね。業種問わずにこう採用されている企業さんと、あとギュッてこう絞って業界とこう業種に絞って採用している企業さんとかだと、必ずそういったような質問は来るっていうことが分かったってことですね。そうですね、そうです。ありがとう、すごい包む気に。当たり前なんですけどね、いや本当に当たり前なんですけど、なんか伊藤忠だけそういう受け方しちゃったので、今イブンさんおっしゃったように、そりゃ聞かれるというか、そこをなんでじゃあ専門で受けてるのかみたいなところは準備した方がいいかなっていう反省であります。ありがとうございます。本当に筒抜けにお話してくださってリカさんに感謝でありがとうございます。実際に結構リカさん先ほどこう面接する際に、じゃ自分、ま、そのまんまお伝えしていたっていうふうに話されたと思うんですけども、面接でよく聞かれる質問が、学生時代に力を入れたことって何ですか、はい、って聞かれると思うんですけど、実際にリカさんはどうですかね、何に力を入れてますか？やっぱり海外インターンシップの話をしていましたね、はい。まあ、やっぱりとっかかりがキャッチーなワードにはなりますし、結構最近だともうみんな海外に留学行かれた経験とか結構話しがちだと思うんですけど、まあ、自分のこの海外インターンシップの経験は、1年生の時は自分でもう全部海外の実際にウェブサイト見に行って、でアプライの項目見てとか、今は Zoom ですけど、まあ、スカイプでインタビューしてとかっていうのを全部自分でやってたので、なんかそこはこう行動力のアピールになったかなと思います。ありがとうございます。まさに誰からにこうオファーされたわけではなくて、自ら行ったこともない海外のサイトを開いて調べて、そこから面接を調整するっていうところの行動力、はい、ところをアピールポイントとして出したんで、さすが。結構帰国子女枠だったり、海外に留学行ったことがありますっていう枠も限られてるっていうふうに、まあ、企業の人事さんから伺うこともあって、その中ので言うとリカさんとかすごく差別化ポイントになったのかなって今伺っていて思います。そうですね、だから決してなんか自分は英語ができますっていうようなことは一回も言ったことがなくて、まあ正直全然ネイティブではないので、全部自分で学びましたと。まあ、でもある程度やっぱり TOEIC の点数で見せれることはできるので、まあなんか英語できるのみたいなことは聞かれるんですけど、まあ、そこはまあ日本人らしく謙虚に、いや自分で学んだのでネイティブの方には劣るんですけど、まあできるかできないかで言ったらできますみたいな感じで、はい、リカさんって本当にありのままなんだなっていうのをこの短い時間なんですけどすごく感じました。早くお会いしたいです。ただキリンの最終面接で言うと、よく聞かれた質問ではなくて今でも覚えてるのが、どうして杉原さんみたいな人間が出来上がったんですかみたいなことを役員の方に聞かれて、なんか幼少期どういう人でしたかみたいな質問結構あると思うんですけど、今の自分がどうやって出来上がったかって因数ものすごい多いじゃないですか、はい、どこのとこを聞い取ってどの経験を自分を作り出したのかみたいな、そのさらっと答えられなくて結構詰まった覚えがあるんですけど、まあでも本当に多分やりたいことをやってきたみたいなことをもうちょっとちゃんと言ったのかなと思っていて、自分は多分その前例がなくてもやっぱりチャレンジしたいと思ったことにはチャレンジするし、ここについて極めたいと思ったら極めてきましたみたいなことは言ったかなと思います。もう役員の方までこうリカさんがどうして今できたのかっていうのを聞きたくなるくらい、いろんなところにおいてツッコミポイントがたくさんあったんですかね。そうなんか、なんでそう聞かれたのかってすごい不安だったんですけど、はい、ちゃんとこうポジティブに働いてたようでなんとか良かったなとは思うんですけど、まあ、企業によっては
やっぱり、まあ、大企業であればあるほど、まあ、任されたプロジェクトとか任された役割を 100% で答える人材が欲しいっていうところもあるので、そんな別にチャレンジ精神が生徒される企業の役割ロールって多分そんなにありふれてはないと思うんですよね。だからそこのフィット感みたいなのはやっぱり面接でもちょっと気にした、なんか自分が尖ってますみたいなところって多分自分でこうアピールしちゃい、まあ、いけなかったりもすると思うので、この塩梅は就活の時は意識してたかなと思いますね。ありがとうございます。その時にこう役員さんとのその面接の際にこうリカさんがまたこう志望動機とかもあのお話しされたと思うんですけども、うん、どのようにお話しされましたか？なんかキリンで言うと私実はお酒が飲めないんですよみたいなことから、じゃあなんでキリンなのっていうふうに絶対聞かれるような流れを持ってって、自分自身がやりたいこと、仕事感っていうのがやっぱりこう今まで関わったことのないところに視野を広げたいみたいなところを話していて、なぜならば自分自身が海外に行った時にやっぱり日本で見たことがない文化だったり、まあ、人と触れ合うことで自分自身のこう成長を感じられたので、仕事も同じでやっぱりこう知らない業界に携わることで自分自身をもうちょっとこう成長させたいみたいなところをキラキラ目をキラキラさせて話してました。あ、そうなんですね。結構面接の質問に飲まれてしまう時と自分がこうボールを持った時の展開って全く違うなって思っていて、リカさんの話聞いていると、まさにそのボールを持ってこう相手が質問したくなるような、リカさんがもう答えられるような質問をしたくなるようなことをファシリテートしてたんだなって今思いました。ありがとうございます。ちなみに他の飲料メーカーもあるじゃないですか、はいはい、例えばサントリーさんだったり、うん、朝日さんだったり、こう聞かれませんでした？ なぜ、うん、あの他の飲料メーカーではなくってキリンなのかだったり。私受けてないんですよね。結構飲料メーカーに行きたいっていう学生の方多いと思っていて、で、あの前回特集で出た時もなんかこの4社の違いはとか、なんでキリンにしたんですかって聞かれたんですけど、私本当に多分1話で話した軸が明確だったのと、やっぱり海外展開している、海外へのマーケットにきちんとこう突っ込んでいけるようなメーカーがいいと思っていて、卒論で、まあ、日系企業の食品メーカーにおける海外進出の特徴みたいなことを卒論でこう書いていて、その時にやっぱり企業分析をしていく中で4社の中で一番キリンが圧倒的に海外の巻き込みがすごく強くて、でそこはやっぱりこう企業としても表れているのかなと思って、キリンってもともと結構日本の中でもあの、まあ、三菱系ですし、日本の中では伝統的な企業だと思うんですけれども、それじゃダメだと危機感があって、だからこそ海外にいろんな、まあ、工場を作るだけではなくて海外の飲料メーカーを買収していたりですとか、結構積極的に生き残ろうとしている力を感じたので、まあ、そこが他にはなかったんですね。なので、まあ、あの他にももうすでに内定をもらっていることもあり、結構絞ってあの就活をしていました。なるほど。本当にリカさんはこう大学の時の卒論のテーマからそれを調べてたからこそ、こうきちんとその企業に対する理解度が全く深みが違ったと思うんですけども逆に飲料メーカー4社受けるあの就活生の方々はしっかりそういったようなところはやはり事前に調べておいた方がいいってことですかね。そうですね。もちろん社員の方に会って話聞くのが一番手っ取り早いとは思うんですけれども、私あの丸紅の OG 訪問させていただいた時に女性の方が IR 情報とか見てるって言われたんですね。で当時 IR 何ですかそれみたいな全然わかんなくて、で、まあ、すぐ帰ってあの企業の IR 情報ってあのホームページに載ってるんですけど、それ見て、で投資家がどうのこうのみたいなとか決算情報がみたいな、もう正直全然わかんないんですよ。わかんないんですけど何社も見ていくとすごくわかるんですよ。でそれってやっぱりこう自分自身があの触れて来なかっただけで、見るとやっぱりそこから得られるものあるので、就活生 の方に私もコピーするので申し訳ないんですけど、 IR 情報を見るとその社員の方から聞くだけではなくて、やっぱり会社全体が数字で分かるのでおすすめです。すごく思います。結構その社会人になってからも IR 情報を見るのってそれ大事だなって思ってて、うんうん、今その組織コンサルをする際に初めてアポ行く前に絶対にそれは見るようにしていて、うん、じゃないと行った時にあれこれ載ってるのになんでなんだろうだったり、うん、あるいは
知った上で話す時の質問の深みも違うし、話の深みも全く違って3回でクロージングできるアポと、まあ、IR 読まないと逆にもっと時間かかってしまう、あるいはその初回アポでなくなってしまうってことも結構似てるのかなって思いました。そこと、そうなんですよね。でやっぱり社員の方って自分がキリンな時もそうですけど、はい、会社全体の損益とか会社全体の投資先とかってやっぱりちゃんと意識して毎日働けないじゃないですか。なのでやっぱりその社員の方に聞いても、なんかあうちの会社なんとなく、まあ、例えばなんかアメリカになんか今度出資するから、まあ、今後なんか未来明るいよみたいな適当なこと言われて、あそうなんですね、メモメモじゃないですよ。やっぱり現状は全然違ったりするので、そこは見た方がいいかなと思います。本当そうですよね。もうなおさら最終面接に行くにつれどんどん面接官の肩書きも上がってくるじゃないですか、うん、より経営層に近づけば近づくほど IR 情報を把握してる方々ばかりだと思うので、うん、そうですね、そういったような情報があって話すのと全く違いますよね、うん、ありがとうございます、はい。まあ、そんな感じでリカさんにまた、はい、もうありのままにいろんな話を聞いてきたんですけども、これからキリンに入社したいなって思ってる方々がたくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、そんな就活生の方々に対してリカさん、はい、まあ、一言こうメッセージをいただけたら嬉しいです。私キリンに入って本当にキリンのことが大好きになってたなっていうのは辞めてからすごく気づきまして、キリンってイメージ通り本当に人がいいんですよ。誰も人のことを蹴落として自分のキャリアアップしたいみたいな人は誰もいなくて、本当にご想像通りだと思うんですけど、チームで何かを達成するとか、やっぱり美味しい飲み物を作ろうというのは根底にあって、この美味しい飲み物を世の中に届けたいっていうような思いを持った人が集まってるので、本当に多分楽しい社会人生活になると思います。すごい、もう大絶賛ですね皆さんもうきっと入社したらチームプレーですごくいろんなチャレンジができるような環境がキリンさんにあるんだなって思った回でした。リカさん今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。